FM ギノアンをお聞きの皆さんこんにちは。十二月十九日火曜日時刻は五時を回りました。ギノアン四季なギノアンヒルズ通りの高台にスタジオがある FM ギノアンよりサザンブリーズお届けします。お相手は私東住克明と火曜日アシスタント OBP 沖縄美少女プロジェクトのココナです。はいよろしくお願いします。お願いします。あれココナさん。はい。こ、はい、れ<何>声。 どうしたの？どうしたの声？なんか聞 <laughs> きましたか,か？なんかだいぶあのー、しゃがれてますけど。<laughs> ちょっとやっちゃいましたので、すみません。<laughs> 今日はこんな声であの喋、ー、っちゃうんですけど、<laughs> 皆さんどうぞよろしくお願いします。<laughs> <laughs> いやあ、だから高校なはだからまあ一ヶ月ぶりのね。はい。登場ということで。登場です。うん、ちょっ。 と今日もすごく緊張してます。一ヶ月、やっぱ一ヶ月空けたら、もう相当なもんです一ヶ月。空 <laughs> いたら緊張する。うん、めっちゃ緊張します。<laughs> <laughs> えー、そうですか。どうでしたかこの一ヶ月？ いろいろいろんなことあったと思いますけども,あもうすごいいろんなことありましたまず琉球アイドルさんとティンシーさんと OBP でこの,このグループをシャッフルして<う>、あのー、一夜限りのグループを作って、うんあのー、ライブをする日があったんですけどこの OBP 以外のまあ沖縄のアイ,ルルあ、はい、アイドルグループさんと3組でメンバーを入れ,せで入れ替えて<ー>で相手の,あの,その琉球アイドルさんの曲を踊ったりとかティンシー D さんの曲を踊ったりとか、うん、あと O.B.P の曲をこうこのバラバラのメンバーでやったりするのがあって、うん、もう楽しかったし、もうやなんか終わったって感じ。<laughs> すごいもうすごいなんだろう怖かったんですよ。ちゃんとできるかなっていう。えー、だけどすごい楽しくできたし。うん あとココナのこのグループが独特で、うん、みんなすごい個性が強くてココナが言うんだから相当強いんだろうね <laughs> じゃほもう本当に強くて、うん、もうコンセプトもすごいなんかワールドミュージック的な感じで <laughs> 壮大なテーマでやりました。もう すごかったです。はあ、すごいね。でもいいよね。そんな新しいね、いろんな人たちとやってっていうことで、すごく仲良くなれるきっかけにもなったし、楽しかった。なるほど。そこでちょっと全力を出しすぎて、現在の喉の調子に至ると。至ってます。いやでもこれでも全然良くなったんですけど、あのその当日とかは全然声が出なくて、あマジで。もう。 もうありがとうございましたとかも、なんかもうはあって、こうはあっていう、<laughs> もう本当に呼吸しかできないそのぐらいでした、本当。 いや良かったですねでもそれのあと戻っていいやでも本当にあの今ね余計まあその頑張ったっていうのもあるだろうし、うん、でも気候がねそうなんですよねちょっとまたずの上下して今日はまたちょっと雨が降ってから少しひえてますよね寒くなってるもねんねだいぶ今日だってもうもこもこのそうもこモコしてるんですよねモコモのあったかい本当に冬の服着てますよね。 今日本当は暑いかなと思ってやめようと思ったんですけど、うん、こんな声だからちょっと余計体冷やすと怖いなと思って、うん、一応モコモコ来たんですけど <laughs> <う>結構モコモコしてますし、ね、いねモコモコしてるね <laughs> <laughs> 沖縄ではなかなか見ないモコモコ全然見ないです <laughs> <laughs> まあということもねやっぱりもう年末ですからはい。えー クリスマスマの季節ですかそれ、ね、はい、空こんだけね寒くなってるというところで、はいえー、そんなココナとお送りする今週、投資のメッセージテーマは「<お>ベストクリスマスー」イエーイというところで <laughs>、えー、皆さんがねやっぱ過ごしてきた多分いろんなクリスマスを過ごしてきてると思うんですよ。うん、その中でこれがねベストの、まあ、プレゼントだったとか<ー>これはもう最高のシチュエーションでしたよとか。 っていうのを過去の経験でもいいし、はい、私が思う。ね 例えば家族からとかでもいいしもちろん彼氏からとかでももらうベストのプレゼントはこれですとか<ー>シチュエーションこれですとかでもいろんな妄想があると思うんですよ妄想,、うん、妄想のベストとか、はいえー、そういうのをです、ね、ぜひぜひ皆さん教えていただければなと思っております、えー、今日もです、ね、皆さんからリクエストメッセージ募集しております、はい、メールアドレスは 797-fmguino1.com です FM ギノアンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノアンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック。スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日。この番組はあなたの笑顔が見たいから。街の小さな不動産や株式会社特松産業、特特ハウスの提供でお送りします。 売却のご相談、お見積もり無料。依頼があれば、沖縄本島内、どこでも飛んでいきます。お問い合わせは、098-851-3291、098-851-3291まで。 はい。さあ、それでは、えーえー、番組の後半ではですね、また、えー、ココナの,の、いつもの、一、えー、1分半パカプンパカプロジェクトと、えまたね、アピールしてもらうコーナーなんかもありますので、はいえー、この後5時56分までお送りいたしますので、皆さん最後までお付き合いくださいませ。それでは、1曲目、行きましょう。クレジーケンバンドで、クリスマスなんて大嫌い、なんちゃって。

エイジーケンバンド知ってる多分知らないと思うおじ,おじさんが歌ってる、えー、んあっそうええー、全く意識ないなんかすごい似てるあのあれよ、あのタイガーのドラゴンとか歌ってる人知らん俺の話を聞け テーマトークがっつりして、まあ、c m サザンブリーズをお送りしておりますさあ皆さんからいただきたい今週のメッセージテーマベストクリスマスと、えー、最高だと思う クリスマスのシチュエーションだったり過去の思い出でもう何でも結構ですちょっとね、うん、幸せになる感じの幸せになる感じ <laughs> エピソードをこっちがねあいいなそれってね<ー>羨ましがったりとかするようなエピソードなんかもね教えていただければいいなと思いますのでぜひ、はい、皆さんよろしくお願いいたします。いますはいというととうころで、えー、ツイキャス からですね、また皆さん、はい、たくさんメッセージいただいてます。ありがとうございます。えー、みたらしんさんとちわとありがとうございます。こんにちは。んちはえー、そしてケンジさん、こんにちは。ありがとうございます。えー、ココナの声に対し酒焼けって言われてるんです。<laughs> 違うよね。お酒飲んでないもんね、そもそも。飲めないしね。まだ飲めないですそね。そ<う>来月来来そう、来月の1月を誕生日です。お 二十歳, <laughs> 歳なります二十歳どうよ二十歳になるって考えたらでも全然なんかやっぱり年迎えるごとに全然実感ないですよね、うん、自分がそういう年って言われた時に二十歳になったらやっぱりもっとたくさん責任とかいっぱい出てくると思うしちょっとそれがなんか自分にちゃんとできるかなとかっていう,<れ>うん不安があります 意外と真面目なんで <laughs> 意外と真面目に考えていやだなんかそういう真面目全然真面目ではないんですけど <laughs> <laughs> へえマジいいですねでそのケンジさんが埼玉から見ていただいてて<あ>6度6度今日も6度寒いな寒い本当にそれこそ雨降ったらもう雪に変わるぐらいなね,ね感じだと思うんですけどもいや寒い中ありがとうございます<う>さあそしてシュプリームさん アズマックスココナちゃんこんばんはとこんばんはで、ね、メールでねあのー、送っていただいてて、うん、ありがとうございます後ほど紹介させていただきますはいはい。さあそして、えー、ケンジさんが OBP って何の略ですかあ <laughs> おじいおばあ <laughs> ピーポーじゃないです、ね <laughs> 危ない危ないですね、でもッピーさんがね、ちゃんと答えていただいて、沖縄美少女プロジェクトの略ですよって、その通りです。ンジさんはね、もうひたすらボケてくるんですよ、ボケ担当ボケ担当というか、次のコメントのベストクリスマスっていうのね、直キを着てクリスマスですねって、そのベストじゃないよベベストスト <laughs> ちょっ,きってねまた、ね、別の言い方ねなるほどなるほどこれ、うん、ね <laughs> 東さんだけに向けてねそう <laughs> おそ言葉通り確かにコ,コナさんは理由分からってなかったです <laughs>、はいえー、そしてあの中の銀の蛍さんもありがとうございますありがとうございます、えー、こんにちは東くんコ,コナちゃんとはーいあっさっきの曲あ3時台にリクエストしたんだあじゃあ続けてかけたってことかな <laughs> <う> <laughs> いいですねじゃあということで えー、あそう s プリームさんも、そういえば、ここなちゃんと間違えた、マリンちゃん、<laughs> マリンちゃんは今、<ん> OBP に行ったみたいって、あ関西のね、<ー> OBP、沖縄ビジネスパーク、さ<ー>大阪ビジネスパーク、<laughs> アズマックスならわかるよねって、えー、ごえくせえ <laughs>、うん、<laughs> そうそう、俺もちょっとツイッターで見た。 そうなんだえ、ここ全然見てない今、分かんなかったかんな同じメンバー今大阪でお仕事まか用事というところで行かれててそうね、だからびっくりした俺もあ多分そう確かね2年前の僕がうちが主催したミュージカルのなんかオーディションの時にみんなが来てくれてオーディションの時にで OBP 沖縄美少女プロジェクトですって紹介されて。 OBP って大阪ビジネスパークってあるよみたいな話を確かしたと思うんますよね。覚えてます。それをちゃんとまたマリンも覚えてて大阪行ったらここ行かないとっていうので行ったんだね。いや素晴らしい。いいですね。いい行動力。ありがとうございます。行ってたよねっていうとでそんな s u p r e e さんが。 えー、メッセージをいいただいておりますメールでいただいてますので、ベストクリスマスというところで、うんえー、自分にとってのベストクリスマスは、はい、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパンのユニバーサル・ワンダー・クリスマスと神戸のルミナリエですねと、ベストといつ、つ2つですと、ね <laughs> ね。そう、これはすごいんだよ。僕もだから関西にいたので、うん ここの2つは行ったことありますす<ー>すごいですよね USJ はねこのイベントは 3D プロジェクションマッピングと音楽の演出が壮大かつ感動的で鳥肌と胸圧が止まりませんと京都住みの住んでた時は年パスで何回も見に行きましたってほんとすごいんだよいいな <laughs> 建物全部がそのプロジェクションマッピングの要はそのスクリーン代わりになっててやってるしでツリーが確かギネスになってるんだったかな、えー、最大級のあそんなんだすごいすごい遠くからでもすごい大きく見える。 そして神戸ルミナリエは そう1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災の犠牲者鎮魂のために始められたイルミネーションイベントで数回行きましたが震災当日に被災地でこの目を見た光景がよみがえり改めて命の尊さを感じさせられクリスマスを単なるお祭りで終わらせてはならないと考えさせられましたとうんそうなんですよね実はこういう淡路大震災のことでまあちょっと、えー、犠牲者の方々に、ね、向けてのというところだったんですけどまあでもとにかくル 海鳴り絵はねすごいのよ本当に。あ<ー><ん>もう全然わかんない。わかんないでしょ。わかんない。もうね100メートル先までずーっとあのー、電飾がついてるような<え>イメージ。だっ<え>ゲ,ゲートがあるのよ。うん、ゲートが電飾ついてるゲート。ミランが何重にもガーって連なってて。うんうん、え全部光ってるんですか。全部もうピッカピカ空。 でもちろん周りのマリアくらいからそこだけこう光ってて綺麗なイルミネーションになってるっていう,う、はあ、えいいな行きたいやそう。見あそがってすごいですよね。神戸ルミナリエもはい、あ、ありがとうございます。いただきましてあまさあそんなじゃあシプリームさんからの、えー、リクエスト曲をねおかけしたいなと思います。はいえー、最高ベストラと言ってた USJ ユニバーサルワンダーキリスマスのテーマソングです。えー、それではこちらお聞きください。 えー、リベラロバート・プライズマンで「命の奇跡」です。 で,で次の時間でここらの話を聞こうかな。 ええココナさんでハッピークリスマス」っていう曲があったらココナの「ハッピークス <laughs> リスマス」。 その上から。<laughs> 逆じゃ。普通、ヘッドホン外してから。 さあサザンブリーズ、火曜日お送りしております、えー、曲中 CM 中にここながあれ、ツイキャスの方は見えるよね、ねかぶって、赤い帽子さすがだなと思ったのはねヘッドホンしてるんですけど、はい、ヘッドホンの上からかぶろうとした、ね、<laughs> <laughs> いや、逆、逆って <laughs> もう、もう全然しっかり帽子が入るわけない、綺麗に。<laughs> すですとりあえず、かぶるしか考えてない。そして、また皆さんたくさんメッセージいただいておりまして、えー、メールでいただいているのがはじ、えー、めましてですねこれラジオネームひかるさん,光さん、はい、こんばんはということで札幌からおラジオを聞いておりますと<ー>いいですね、南と北でつながりましたね。すごい北海道は 寒さ、<laughs> 半端なく寒いですと。ええー、何度くらいだ朝晩寒くってやだ、沖縄あったかいですかってことで、えー、ああ気温の写メを送られてきております。<あ>札幌市、現在、マイナス6度。<laughs> <laughs> もう沖縄と比べ物になりますよ。比べ物にならん。もう冷蔵庫の中です。いや、冷蔵庫中よりも寒いよ。<laughs> マイナスだから。冷凍庫だよ。冷凍庫です。<laughs> 冷凍庫レベル。北海道とか行ったことある？ないです。だからここはそんななんか外に出ることがないです。あ、県外に行くことがなくて、<ー>だから寒さをそんな体感したことがないからもう未知の世界って感じ。あそうか。そうね。うん、そうか。え雪とかは？もう触ったことも見たこともない。見たことない。うん、あそうなの。そうなんですよ。えー、そう昨日の彼女も見たことないって言ってた。あそうなんだ。そう。 <雪>結構意外といるんですかね。雪見たことないって言ってますな。はあ、はあそうか見<た>い <laughs> でもやっぱ見たい気持ちあるよね。めっちゃ見たいです。なでもなんか氷なのかなっては思います。氷？<laughs> 氷っぽいのかなっていう。だいぶ硬くないそれ <laughs> な,なんかあかき氷。あかき氷のほね。かき氷くらい。かなっていうイメージ。かき氷よりはも,もっと柔らかい。柔らかいんだ。うんもっともっとふわふわというか。 俺初め,てた初めて雪見たのは修学旅行の日だったんだよ、確か。修学旅行で見て、うん、夜中にあの旅館みたいなの泊まってて<ー>でよ夜にすごい積もってきてう,うわーってなってみんなで外に出て雪だるま作ってたもん。うらやましいえー、ここ なたたちの時はあれでしたよ、あのー、雪降ってたらしいんですけどうん、うん、朝になってたらもう全部なくなってて夜中には降ってたんだ降ってました<ー>で見れなかった積もってはなくってこと、うん、で初めて沖縄であられ降った時あの時も寝てて見れてない <laughs> <laughs> 全然見れてない <laughs> ず,ずっと寝てる時だったっと寝てます <laughs> <laughs> いやそうなんだねさあじゃあそんなココナーさんはクリスマスどうですか、はい、でもは<ー>いいクリスマス過ごしてそうだねでもなんか今年初めて一人クリスマスになるかもって感じです<お>なんか今まであの家族でみんなパーティーとかしたりしてあーなるほどそ,うそれで前一番記憶に残ってる びっっくりしたことがあってそれはあのアメリカにおじさんがいるんですけどそのおじさんがあの自分私たちに内緒で帰ってきててサンタの格好をしてピンポンしてプレゼントを持ってきてくれたんですよめちゃくちゃいいじゃないそうもうそれがすごい嬉しかったもうそれが印象に残りすぎててそれはおじさんおしゃれよねおじさんちょっっとやっぱ外 外国の方だから、うん、お体も大きいし身長も高いからもうなんかリアル感っていうか <laughs> <laughs> もうちょうどいい感じのそうそういい感じでまるまるサンタが来たとそ<う>ええこれは中学校かな中学校くらいの時か<ー>でもういまだにずっと覚えてますいやテンション上がるのねめっちゃテンション上がりますもうやばかった <laughs> みんなでサンタ来たサンタ来たって。<laughs> <laughs> すごかったですああそうかそれいいねそれ最高だわ東さんは何かあるんですかですかさクリスマスですかクリススマねあの一番自分が思って頑張ったクリスマス頑張ったクリスマスというのがあってあの19の時19二十歳か二十歳の時に大阪にいたのよはい。 大阪にいてだけど沖縄の沖縄に彼女がいて遠距離恋愛をしたわけですよ。遠距離か。でまあ初めて過ごすこうクリスマスみたいなねで大阪に来ると彼女がなった時にやっぱいろいろ考えるわけよねもう奮発したよ頑張ってその大阪のなんかビルの上の イタリアン料理かなんかを <laughs> 予約して何ですかそれ <laughs> やりましたよ<わ>頑張った二十歳で <laughs> やばいやばいでしょえっ二十歳でそんな,なんか高級な感じのとこ行ったんですか高級いやそこまで高級じゃなかったけどあ<ー>まあまあせっかくだからなと思って,いい思って。 あーいいなあお、えーお腹すきますねこの時間はお腹すきましたよ。まあそんなね <laughs> 頑張ってきましたよ。<laughs> すごい <laughs> じゃあ、えー、じゃあココナのじゃあ曲ねリクエスト曲、はい、かけたいなと思います。じゃあ曲紹介お願いします。はい、とトゥワイスさんでハートセイカーです。 今日買いたかったら大丈夫です。じゃあ、曲開けでニュース,ュース。大阪話ね。二十歳の時に、遠距離恋愛の途中でツイキャス切れちゃったから。 そらも予約して、二人でディナーをしたと。すごいうことでございます。あの時は頑張った。<laughs> でもできるだけサプライズにしたいから。<ー>だから、とりあえず、じゃあ、彼女と、まあ、デート行こうよって話はしてたけど。えー、でも、せっかくだから。あの、ちょっと、もう、れいな服着て行こうかみたいな。デートしようかみたいな言いながら。えー FM ギノワンは毎日面白い番組をいっぱい放送中です。このコーナーは、このコーナーでは FM ギノワンのおすすめ番組や新番組、リスナープレゼントをご紹介します。今日のお知らせは、毎週水曜朝10時から放送中のカララジ SOS ネット、毎週火曜日昼2時から放送中のチムガナサシマクトゥバニュースよりお知らせです。 シマクトゥバ創作共同劇、琉球ヌザーハネーキアが上演されます。日時は12月28日木曜日、午後5時開演、午後7時開演の 2, 2回公演となります。出演、沖縄ハンズオンユースクラブ。この団体は、地域の子ども会、ジュニアリーダー、沖縄市茶谷町や、 茶壇町文化協会しまくてバ青年部として活動している小学生から大学生からなる人材育成団体今回の舞台は「方言札人類間事件」「ジャナウェイ方に発想を得て創作」「学校の歴史では習えないうち大切なウチナウヤファーフジの心に触れることのできる物語」です。 場所はテンブスホール、えっと、チケットの料金が大人18歳以上は15円から1500円高校生が1130円小中学生750円チケット取り扱いが那覇市文化テンブス館4階事務所電話予約 OK です電話番号は0 9 8 8 6 8 7 8 一ゼロ零九八八六八七八一ゼロです。皆さん予約お待ちしております。以上 FM ニュースギノワンでした。 えー、CM だけちょっとトークしてからの電話か <coughs> 帽子取ったのね。 サザンブリーズお送りしております。先ほどの FM ギノワンニュースの最後のここなんかね今読んでくれたんですけども、ギノワン FM ニュースすいません。じゃあ FM ニュースギノワン。FM ニュースギノワンでしたって言っちゃいました。すみません。FM いやねまあしょうがない。すみません。面白い。 はい、さあそしてそんなココナにメッセージがたくさん頂い,いてますよ、はいえー、ジェットインコさんねこんにちはココサンタプレゼントくださいってよプレゼントへ、うん、えー、逆に欲しいです <laughs> 逆に欲しい逆に,、ね、逆に欲しいってでさっ<ー>あのシュプリームさんがさっきの,あのココナがねあのサンタの帽子かぶってやってたのを見て えー、サンタココナちゃんに指輪をプレゼントしてと言われたら36回ローンで買っちゃうかも三十 <laughs> 36, 36回って結構だよすごい3年間かけてのプレゼントだからうわもらう, <laughs> もらう欲しいらしいですよ <laughs>、えー、そして、えー、コックさん コックさんお<ー>コックさんああ一生ですって、えー、ココナちゃんサンタコス可愛いってもうありがとうございます帽子取っちゃったんですけどね <laughs> 取っちゃいました暑 <laughs> いって <laughs> コックさんあのよくライブに来てくださる方です。 はい、で、えー、ケンジさんがメッセージ頂い,いてて、まあ、今週ね、はい、いただきたい皆さんからのメッセージテーマは「ベストクリスマス」と「まあ、最高のクリスマスのなんか」の、えー、経験でもいいですし妄想でもいいですし、はい、皆さんが思うベストのクリスマス最高のクリスマスのエピソードをお願いしますということだったんですけども「えー、男のクリスマスと」と、ね「恋人はサンタクロースの時お父さんはサンタクロースの時なんですかね?」と「ああ男はね <laughs> 男からしたらね、<ー>はんはんはん今は家のモみの木の、えー、落ち葉や枝打ちする程度です。他はと何もなしで、あ、家にもみの木あるんだ。え<ー>え。じゃあね、それだったらそれにクリスマスツリーちょっと作って、<ー>ね、それでそれでやるだけでもちょっとテンション上がるじゃないですか。確かに。ね。 片付けるときテンション下がる。<laughs> それはあります。<laughs> それはあります。<laughs> <laughs> ああまあ大変だ今から片付けるのって。<laughs> けどもね。<laughs> けど。<れ>うん、けどもそれまでが楽しいから。うんねえー、ぜひぜひ、えー、皆さんねその、えー、クリスマスをねまた楽しんでいただきたいなと思いますので、はい、テンションが上がるようなクリスマスのエピソードをでも待ちしております。さあそれでは続いてこちらのコーナーいきましょう。続いてはここなのプンパンポンパコ。 プロジェクタイトルコールもめちゃくちゃだね。<laughs> ここなのーって <laughs>。<laughs> <laughs> いいよ。いや、だいぶテンション上がってるね。<laughs> はい あえー、正式タイトルは。正式タイトルは一分半バカ分バカプロジェクトです。はい。はい、このコーナーは？このコーナーはココナがあの安さんに、うん、あの紹介この例えばココナはこういう人ですとかココナの好きなものを紹介アピールする時間となっています。はい、はい。90秒の間で猛烈 <laughs>、はい、アピールをしていただくということでございますので、はいえー、今日も。 ちょっと今日は順準備満タンです <laughs> <laughs> いけるということで、はい、じゃあ90秒でしっかりとプレゼンしていただきましょう、はい、何のプレゼンなんでしょうかということでそれでは90秒スタート えっと、私たち、私は、あの、OBP 沖縄美少女プロジェクトっていうアイドルグループにいるんですけど、このアイドルグループは、あの、一人一人がモデルやタレント女優としても活動しているんですけど、うん、この、なんと、今回、来年に向けて、OBP の第二期生を募集することが決まりました でね、この、あの、募集が、あの、年齢が、年齢層がさすが OBP だなって思うんですけど、うん、この、OBP は、あの、小学2年生から22歳の、この年齢層、7、7人グループでやってるんですけど、この応募する、この、年、年齢、年齢も、えっと、小学、えっと、6、6歳から20歳までという、<laughs> <laughs> 年齢幅の広い、すごく広くないですか <laughs> す<い>で、も本当に、 もう,こんなもう本当に広くて、だけどすごい仲良くみんなやってるしで、また今、たくさん東京でもお仕事だったり、いろいろ幅広く活動していて、あのたくさん応募してほしいなって思ってるので、皆さん、ぜひ、ここなたちと一緒にお仕事しましょう。し <laughs> しましょう,で、ね、これだろうアイドル活動だけじゃなくてあの一人一人 このモデル活動だったり女優としてもいろいろ個人でもたくさん活動もできますのでなんか少しでも芸能界興味があるなとかってう思う方がいればぜひ応募してみてください <Hey. S 2> <laughs> ぜひあずさんも俺 <laughs> おおそう,そうあの気持ちはあるんだけど <laughs> 年齢制限かな <laughs> <そう> <laughs> えこれであの前にまだあのー 返信してないんですけど、うん、ツイッターでこのツイートをしたときに応募しますってツイートしたときに、うん、せいやさん<う>からあのリップが来て <laughs> <laughs> 入りたいという来て男性はないのかという <laughs> リップがきまして、ここはどう返していいか分からずかまだ返してなくて <laughs>。 ねえよ、<laughs> ダメに決まってるでしょって言わらないと、そりゃ。<laughs> あいつ、マジか。<laughs> びっくりしました。あいつ、そんなところでも <laughs> <laughs> <ー>。すごいな。そうなんですでもまあまあ、ね、まあ、まあ、ね、今回は残念ながら。<laughs> 女性の。女性の。六歳から。六歳から二十歳まで。まではい。 幅広いな幅広いですよ。で、でもあのこのなんだろう二期生募集してるじゃないですか。うん、このもし例えばですよ、五人来るとするじゃないですか。その子たちみんなが六歳だったら、うん、いろいろ大変じゃないですか。<laughs> <laughs> 本当に本当にもうちょっとした一クラスだから、ね。そうですよ。 でもすごい楽しみなんですよ、めちゃくちゃ<う>すごい楽しみでどういう子が来るんだろうっていうのも楽しみだし、うん、その子たちが入ってきたら心達、うん、が先輩の立場になるっていうそれがなんだろう<え>一番先輩っぽくないからちょっと。 えっと今の現在のメンバーで一番下が7歳2人とも7歳7歳と8歳えっとルーリーとレンレン7歳と8歳ってことはよもし二十歳の子が入ってきた場合そのルーリーとレンレンが先輩になるわけでしょそうですよそうなんですよそれすごくないですかただでさえボスな感じあるんですけどあ、そうなもっとボス感が増すと思うちょっとあの 駄菓子買ってきてとか <laughs> <laughs> 二十歳の子が「はい!」って「はい買ってきます」<laughs> もうすごい楽しみあーかんか瑠璃恋もちゃんとあの指導もしていかなきゃいけないので <laughs> まあそうね、うん、いやすごいなかなかないよねそんな幅広い年齢層のグループってないですよねもうでしかもね賞金があるんですよ はあ、賞金があるんですよ。いくらだと思いますか？いくらいくら賞金があるのいくら？十万。十万円。<laughs> マジで。そうグランプリ取った子が十万円もらえる。マジで。ちょっとさここだけの話。はい。ここのあの一回脱退してからもう一回申し込んだらいいんじゃない？<laughs> <laughs> それメンバーみんな言ってます。みんな言ってます。<laughs> 一回ちょっと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 抜けますって言ってあまた帰ってきますね。いえ賞金もうさもう怖いです怖い怖い怖いまあでもそうやってねでもすごいな幅広いま募集ということでぜひぜひ皆さんね。 よろしくお願いします。いますというところで、はい、ええー、シュプリームさんからメッセージいただいてて。はいえー、こう聖いやと同じですね。おじさんでも二期生応募できますか。あ <laughs> <laughs> あ、でも、あの、応募する気持ちは大事だと思います。応募。 だからしてみてだめだったらだめでとりあえず気があるんだったら応募するというやってみてからっていうもしかしたらあるかもしれないやらないことには始まらないんでねそれはみんなでもそうですよね自信ないかなっていう子もいたとしてもあまず応募するところから始まるということですので今日アピールしていただいたのはじゃあその OBP の力戦募集ということでございましたので。 えー、ですので皆さん、どしどし応募ください、さいこれは OBP の,そのなんかホームページか何かあ,、えっと、あ OBP のこの、えっと、obp.jp と検索していただければ、そのホームページがあります、ね、こので、応募フォームがあると。はい ありますのでということですのでお願いします O B P J お願いしますネ、えーね、スプレームさんも、はい、しかしたらね参加できないかもしれませんけども、うんえー、他のねそういうアイドル目指しているような子たちがいればぜひぜひ声かけていただいてはいぜひね応募をしていただければたくさんの方を応募をしていただければと思いますので、はい、えどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますはい以上一分半パぶんパかプロジェクトでしたとでは続いて電気道路交通情報いきましょう さあこの時間は沖縄本島中部のお天気技能話と周辺地域の道路交通情報をお伝えいたしますじゃあ天気からいきますかはいどうぞ今日夕方の天気は東あ北東の風やや強く雨夜曇りとなっていますはいで 18時からの,この降水確率が30%なんですけど、うん、ちょっと雨、まだもうちょっと降るかもしれないので、はい、もし今から出かける方は、傘持ってってください。はい、で明日の天気予報はと東 北東の風やや強く、のち北の風やや強く、曇りとなっています、うん、で、明日は降水確率ずっと20%なので、でね、時々降ったり、いいかなって感じで、うんはい、明日の気温が10最低が17度で、うんお、日中の最高が20度ということで、明日はちょっと、そうねやっぱ今日よりはちょっと暖かく、うん、まあ今日が雨,雨降ってるので、気温下がってるってことこで、皆さんあのこう、羽織物とかは一応、持っといて、出かけてください。うん はい、ありがとうございます。以上お天気でした。はい、続いて道路交通情報行きましょう。まずは高速。高速沖縄自動車道からどうぞ。高速がえっ、ー、とあ混みはないですね。渋滞,渋滞は特にない。渋滞は特になさそうなので、うん、安全運転で皆さん帰る方は帰って、はい、あのどこか出かける方は。 ゆっくり出かけてください <laughs> はい <laughs> ありがとうございます,いますそして続いて一般道一般道一般道がはいどうでしょうか,うょうか現在の宜野湾周辺の沖縄の,沖縄,の沖縄一般道の交通情報ですですお一般道どうですかちょっと待ってくださいねこれは どこですかねどこですかまた違うとこ開いてる。違うとこ <laughs> えっと現在はですね、大蛇名と前原の間、こちらは両方向渋滞してます。大蛇名、前原両方向で渋滞しております。さあ、そして続いて、えー、石平から図け、えー、ランの間も両方向渋滞です。 スィラーズケラン両方向渋滞です。はい、さああとは？あとはチ茶タンからイサ、うん、にイサからチ茶タン向けうん、うん、もう少し混んでますね。そうですね。渋滞してますね。はい。ぐらいですかね。あとはそうですね。伊能岸周辺ではそんな感じですよね。はい、えー。ですのでまたまあイサからの普天間の間は、えー、全然渋滞はしてないのでまあ、はい、もしかして回り道するのはそちらの方がスムーズかなと。 いうような感じでございますはい、はい、以上、道路交通情報でした サザンブリーズ火曜日、この番組は、あなたの笑顔が見たいから、街の小さな不動産や、株式会社、特末産業、特特ハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料。依頼があれば、沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは09、098-851-3291、098-851-3291まで。 この後も FM ギワンをお楽しみください。はい、というところで、えー、ここでちょっとイベントの、はい、イベント、まあちょっとお知らせということで、イベントということでもないんですけども、えー、沖縄県の赤十字血液センターからのお知らせです。移、はいえー、動献血者のお知らせですね。はいえー、今週はですね、12月21日木曜日、茶壇町役場で、 えー、献血カーが来ますとこちらが時間が10時から11時15分そして12時半から17時の間、えー、21日木曜日茶壇町役場にて、えー、献血カーが来ます、えー、そして、えー、土曜日は23日土曜日は、えー、宜野湾市のですね、えー、KBC 学園祭に きますとこちら場所が沖縄コンベンションセンターで行います、えー、時間が12時から17時となっております23日土曜日は沖縄コンベンションセンターにて12時から17時献血かうこざえき、ー、ますのでぜひ皆さん献血にご協力よろしくお願いいたしますお願いしますはいえー、さあというところで、えー、エンディングそろそろ終わりという状況になってきましたんですけどもはい、えー、またまたたくさんメッセージいただいてて 賢治、えー、さんが <laughs>、ね、道路交通情報 <laughs>、毎日気が抜けないっすねって <laughs>、すみません、いや、大丈夫、ね、ドキドキしながらみんなこう聞いてるから <laughs>、<laughs> <laughs> いや、でもいいと思いますよ、はいで、えー、シュプリームさん、我が家の天気は、夫婦喧嘩6日目に入り、僕への風当たり大変強いです昨日で5日目って言ってたからな <laughs> 6日目 結構長い戦いい戦ですね、えー、やば,いやばいですね、はい、じゃあねそんな奥さんにね、はい、またまあ素敵なクリスマスプレゼントでもちょっと用意ご用意して。うんうん ね、ぜひぜひ仲直りしていただきたいなというふうに思っております。はいえー、なんか、あれですか OBP とか c o c からのお知らせとかあ,口あったりすするんですかえと今週の、えー、と23日土曜日に、うん、えと久しぶりにあのショールーム配信というあのアプリがありまして、うん、それの配信を公開。な 生配信が D 国際プラス私たちのホームグランドであります、うん、でその次の日の24日が那覇メインプレスでクリスマスイベントがありますので皆さん、見に来てください。はいいありがとうございます ねえー、まあシプリームさんが今コメントいただきましたけど、うん、ココナはサザンブリーズはもう今年は最後ですね。そうです、そうです、そうです。来年,ですで来年も、はい、よろしくお願いします。来年はもう二十歳の年ですもんね。二十、はい、歳、えー。大人をココナを見せていくと。大人ココナ頑張ります。<laughs> ういうことなので次登場した時は大人になってるかもしれないと。<laughs> <laughs> かもしれない。<laughs> ということでございますので、またお、えー、皆さんお聞きくださいませ。えー、明日はですね、またああ、えー、森上宮ひいちゃんが登場し,しますので、えー、どうもそちらもお聞きください。はい、同じ。 ベストクリスマスで皆さんからのエピソードをお待ちしております、はいえー、この後も FM 技能をぜひぜひ皆さんお楽しみくださいませ、えー、ここまでの本日のお相手は私東勝明と OBP 沖縄美少女プロジェクトのここなでしたそれでは皆さんまた明日さよならバイバイ